この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。テニスの延滞アラジオです。今日はですね、梅田スカイビルにやってきました。はい、すごいツリー。はい、見てください。これドイツクリスマスマーケット大阪2014というわけで、美味しいものがたくさんあるわけですけど、行きましょう行きましょうよ早く。その前にトワルソンさんの展示会で1万人テニスしよう。どこで？どうも谷社長。どうもお久しぶりです。お久しぶりです。テニロボ社長はこちら。あー、すいません。どうもご無沙汰しております。今日はですね、トワルソンさんの展示会、はい、呼んでいただきまして誠にありがとうございます。新製品がありますんで、はい、ゆっくりご覧ください。はい、はい、わー、何から見ようかな。皆さん興味津々ですね。にぎわってますね。はい、そしてたくさんの種類の商品、新製品が結構揃ってます、はい、ぜひ今日は私どもの経営選手を紹介したいと思いますので、はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。僕は緊張してるんですけど、ペロカップの監督をさ、ですよ、日本の女子の監督をされてたわけですよ、はい、去年まで。今年は男性なんですね。今年はね、ちょっとどういうことなんですか。こちらのまた男前のイケメンが、はい、小野田道久選手でございます。お、なんと全日本ランキング最高シングルス3位です。1位ではない。そんなこと言わんで3位でも3位でもすごいんで、リーチがすごい。お二人に、はい、商品紹介していただけるんですか。そうですね、商品をゆっくり紹介しますので。これは贅沢ですよ、はい、ミラボいいですね。このままでテニスできるんですね。で、グリップも子供やね。出たー、トワルソン新作ラケットパンドラ。どこがすごいって開発者山田さんにお話を伺いました。赤いところが重たいんですけども、狭いところですね。で、広いところが軽いんですけども、非常にノーマルなスイングで順回転のボール、スピンがかけやすいラケットに仕上がっています。難しかったのはこちらを軽くてこちらを重くて、重量の配分を左右アンバランスにしましたので、ここの強度を出すのが非常に難しかったですね。イエーイテニス。1万人テニススタート。古今東西テニス選手の名前でラリーしよう。イエーイ、イエーイ、はい、アガシカリーナ・カールソン、はい、クラニア・コーディ・キューシュグラフ、はいはい、マーク・エポーシュ。素敵な商品と素敵な皆様で本当最高でした。ラケットの良さを出すためにやっぱストリングが必要ですし、ストリングの良さを出すためにもやっぱラケットが良くないとお互いやっぱり相乗効果でいいものができますから、今回やはりラケット新製品期待してください、はい、またこれからもイーヌテニスよろしくお願いします。はい、ぜひ応援しますので頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回もミテニス。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。